タブノキタブノキとは、クスノキカタブノキ族の常緑鉱木である。別名、イヌグストマグスヤマグスツママとも称される。単に、タブとも、ワニナシ族とする場合もある。日本では、東北地方南部の海岸より、関東地方の海岸より、中部地方南部から九州、沖縄の森林に分布し、特に団地の海岸近くの丘陵地などに多く、自生する。 商用樹林の代表的樹種の一つ。古くから樹齢信仰の対象とされ、日本各地に巨木が残っており、神社の陳樹の森によく大木として育っている。また横浜開港資料館の中庭の木は玉スの木と呼ばれ有名である。常緑紅葉樹。大光木で樹高は30メートルほどになり、太さも3.5メートルに達する場合がある。 成長のスピードは速く、株立ちで大きくなる。若い枝は緑色で赤みを帯びる。目は丸く膨らむ。葉は誤生して枝先に集まる傾向があり、葉の長さは8から15センチメートルとオーラン上長、楕円形、前円で葉先も丸みを帯びている。角質で硬く、表面は艶があって、新緑色、裏面は大白色。若葉は赤みを帯びる。 夏季は4から5月が中旬。新緑の枝先の塩水果樹に黄緑色であまり目立たない花を咲かせる。果実は直径1センチメートルほどの休憩の液化で、はじめは単緑色であるが、8から9月頃に黒子色に熟す。同じクスのキ科のアボカドに近い味がする。日陰に強く、潮風にも比較的耐えることから、 海岸近くの暴風の機能を有する樹脂として知られる。庭のシンボルツリーにするなど、海岸近くの庭木の植栽としても用いられる。栽培は、半日陰地に土壌の質は全般でやや湿りがちなところで根を深く張る。植栽適期は3から4月、6から7月、9月、剪定は3から4月とされる。枝葉には粘液が多く乾かして粉にすると、 タブコが得られる。タブコは、線香や、カットリ線香の材料の一つとして用いる。樹皮や葉は染料に用いられる。材は、建築、家具などに使われる。かつては洗剤に使われ、漁業では、海上から見て陸に高くそびえるタブの木を目印に、位置を知り、魚を集める、魚寄せの木として活用された。この歌の、つまあさをつままと読み、本種を指すとも言われる。 しかし、多文献列ままという語が使われている例が見つかって、おらず、確証はない。米倉康二、梶田忠、マッキラスサンベールギー、シーボルトイズック、BG プランツワミョウ学名インデックス。2021年6月19日閲覧。米倉康二、梶田忠、パーシアサンベールギーコスパーム、BG プランツワミョウ学名インデックス。 2021年6月19日閲覧。ABCDEFGH 山崎聖子2019 P、P66、ABCDEFGHIJ 正木佐都市2012、P74、ABCD 山崎聖子2019、P67、正木誠2012、P74、山崎聖子2019、P74、藤山広史、 プロが教える住宅の植栽学芸出版社2010年9ページありがとうございます。